ジョッシュ・バーネットは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。ワシントン州シアトル出身。CSW 所属。現無差別級、キング・オブ・パンクラシスト。元 UFC 世界ヘビー級王者。ニックネームは、ザ・ベビーフェイス・ド・アサシン、ザ・ウォーマスター。また、漫画、アニメをこよなく愛し、特に、 北斗の剣の剣士郎の熱烈なファンであることから、日本では、青い瞳の剣士郎の異名を持つ。ワシントン州シアトルで生まれ育ったバーネットは、高校で、レスリングとアメリカンフットボールで優秀な成績を収め、柔道とキックボクシングのトレーニングを積んだ。高校2年時に、UFC2 を見て、総合格闘家になることを決め、モンタナ大学時代に、武士道館道場で、 総合格闘技のトレーニングを始めるが、道場の回避を払えなかったバーネットは、回避の代わりに、道場の掃除と手伝いをして、トレーニングを積んだ。1997年に18歳で、プロ総合格闘技デビュー。1999年9月、スーパーブロール13のヘビー級トーナメントで優勝を果たした。2000年2月、 スーパーブロール16で UFC スーパーファイト王者のダンスバーンに一本勝ちを収めた。2000年3月、アドック2000の 99kg 以上級と無差別級に出場し、どちらも1回戦で敗退した。UFC2000 年11月17日、UFC 初戦となった UFC28 でガンマギーに TKO 勝ちを収めた。2001年2月23日、 UFC30 で、ペドロヒーゾに、小負け。キャリア11戦目で初黒星を喫した。同年6月29日の、UFC32 では、無差別級、キング・オブ・パンクラシストのセームシュルトニーでひしぎ十字固めで一本、ガチ。2002年3月22日、UFC36 で、UFC 世界ヘビー級王者ランディクー・トゥアを、TKO で下し、 史上最年少で王座獲得に成功した。試合後の薬物検査でステロイドの陽性反応が検出されたため、7月26日に UFC から王座を剥奪された。これに関して、ジョシュは禁止薬物使用については否定しているが、その戦具体であるプロホルモンについては摂取したことを認めている。同年8月28日、ダイママイトで、 アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦したボブ・サップのセコンドにつき、試合に勝って喜ぶノゲーラに対し、お前ハムーシンデールと、日本語で挑戦表明した。日本時代2003年5月2日、新日本プロレス主催、アルティメット・クラッシュにて、ジミー・アン・ブリッツと対戦し、グラウンドでの打撃によるタップアウトで TK を勝ち。8月31日、無差別級。 キング・オブ・パンクラス王座決定戦で、近藤優己と対戦し、ジャーマンスープレックスを連続で決めるなどし、最後は、チョークスリーパーで一本勝ちを収め王座獲得に、成功した。10月13日の、アルティメットクラッシュでは、高橋義雄に腕ひしぎ三角固めで一本勝ちを、収め初防衛に成功。 12月31日の猪木ボンバイエ2003ではセームシュルトに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収め二度目の防衛に成功した2004年5月22日 K1 ロマネックスにてレネローゼにマウントパンチで小勝ち同年10月31日プライドデビューとなったプライド28でミルコクロコップと対戦するが開始早々に左肩を脱球 1R46 秒、自震初のタップアウト負け。怪我が癒えた翌2005年10月23日の、プライド30で再戦するが、フルラウンドの攻防の末判定負け。サイン会での助手2006年2月26日、プライド31で、中村和弘と対戦。1R にチョークスリーパーで一本勝ち。プライド初勝利を収めた。同年5月5日。 プライド無差別級、グランプリ2006開幕戦におけるグランプリ1回戦で、エメリア・エンコ・アレキサンダーと対戦。激しい打撃戦の末、相手のスタミナが切れたところで、テイクダウンを取り、V1 アームロックでタップを奪う。同年7月1日、プライド無差別級、グランプリ2 0 0 6に n d ラウンドにおけるグランプリ2回戦で、 マークハントと対戦、1R にチキンウィングアームロックで一本勝ち。同年9月10日、プライド無差別級、グランプリ2006決勝戦におけるグランプリ、準決勝で、ダイナマイトでの対戦要求以来4年越しとなる、アントニオ・ホドリゴのゲーラーとの対戦が実現。プライド史上に残る寝技対決となり、判定2から1で勝利。その後決勝戦にて、 ミルコクロコップとの3度目の対戦に挑むが、1R に、パウンドで、ギブアップ負けを喫し順に優勝に終わった。同年10月21日、プライド3 2人において UFC 以来の母国、アメリカへの外戦を果たし、パウエル・ナツラと、対戦、2R にアンクルホールドで勝利を収めた。同年12月31日、プライド男祭り2006において、 アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラとの再戦を行い、0から3の判定負け。2007年12月9日、フィリピン・マニラにて開催された、リング・オブ・ファイヤーにチーム女子バーネットのコーチとして参加。同年12月22日、4年4ヶ月ぶりの参戦となったパンクラスで、佐藤光とキャッチレスリングルールで対戦し勝利。2008年3月5日、戦局旗上げ戦。 選挙区第一陣のメインイベントで吉田秀彦と対戦 1R にバックドロップで投げるなどし 3R にヒールホールドで一本勝ち同年5月18日選挙区第二陣のメインイベントでジェフモンソンと対戦3から0の判定勝ち2008年7月19日アフリクション旗揚げ戦アフリクションバンドで ペドロヒーゾと約7年半ぶりに再戦し、左フックによる小勝ちで、リベンジに、成功。2009年1月24日に、開催された、アフリクション、デイ・オブレコニングで、ギルバート・アイブルにマウントパンチで、ギブアップ勝ち。2009年8月1日、アフリクション、トリロジーで、エメリア・エンコ・ヒョードルと対戦予定であったが、カリフォルニア州。 アスレチックコミッションが実施した試合前のドーピング検査でアナボリックステロイドの一種であるドロスタノロンの陽性反応が検出されたため出場停止となりその影響で同大会は開催中止となった2009年11月8日世界農技柔術選手権のクロービ・ペサディッシュも急に出場1回戦準決勝を勝ち抜き決勝では トレーニングパートナーでもある、ブルーノ・パウリスタと対戦し、レフェリー判定で優勝を果たした。2010年3月22日、ドリーム初参戦となった、ドリーム13で、自身の練習パートナーでもあるマイティモーと対戦。近敵で試合が中断される場面もあったが 1R に、アームロックで一本勝ち。ストリックフォース2011年6月18日。 ストリックフォース、オーバーム VS、バードゥームで行われた、ワールドグランプリヘビー級、トーナメント1回戦で、ブレット・ロジャースから片固めで一本勝ち。同年9月10日のグランプリ準決勝で、セルゲイ・ハリトーノフと対戦、片固めで一本勝ち。2012年5月19日、ストリックフォース、バーネット VS、コーミアで行われたグランプリ決勝で、 ダニエル・コウミエと対戦するも、判定負けで、グランプリ準優勝に終わった。UFC2013 年8月31日、約12年ぶりの UFC 参戦となった、UFC164 でヘビー級ランキング6位の、フランク・ミアと対戦し、膝蹴りで一子が地を収めた。2013年12月28日、UFC168 でヘビー級ランキング5位の、 トラビス・ブラウンと対戦し、1RK を負け。2015年9月27日、ロードツー UFC、ジャパンのコーチ対決として、UFC ファイトナイト、バーネット VS、ネルソンで、ヘビーランキング91位のロイ・ネルソンと対戦。テイクダウンを奪われ、寝技でもポジションを取られるなどしたがうまく回避し、スタミナ面と打撃で優勢に立ち、3から0で判定勝ち。 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。試合後のインタビューでは、日本語で、ただいまー。とおたけびをあげた。2016年1月30日、UFC オンフォックス18でヘビー級ランキング7位の、ベン・ロズウェルと対戦。2R にタックルした際に、午後チョークで捉えられそのまま、タップアウト。総合格闘技において、キャリア初の一本負けを喫した。 2016年9月3日、UFC ファイトナイト、アルロブスキー VS バーネットで、ヘビー級ランキング6位のアンドレーアルロフスキーと対戦し、リアネーキドチョークで一本勝ち、ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年12月、ウサダによる抜き打ちの検査で、禁止薬物オスタリンの陽性反応が検出され、出場停止処分が下されるが、 バーネットは、異議申し立てを行い、2018年3月に、ウサダとの調停の結果、オスタリンが混入した汚染サプリメントを知らずに、摂取したことが陽性反応検出の原因だった、ことが証明され、出場停止処分の裁定は覆され、訓告処分のみとなった。2018年6月24日、バーネットは、ウサダの薬物検査に対する不信を理由に、 UFC からの離脱を要求し、UFC と話し合いの末、離脱に至った。2002年12月、新日本プロレスの大会に登場。2003年1月4日、新日本の東京ドーム大会で、初参戦にして、IWGP 王者、長田博史と対戦。2003年は新日本の地方巡業にも参加すると、ともに、 新日本主催の総合格闘技イベントへも参戦。2005年、新日本の G1 クライマックスにエントリーされるも、直前で、川田俊明に変更された。11月23日、U. スタイルアクシズで、田村清氏と対戦、腕ひしぎ十字固めで一本負け。2007年6月29日、イグフ旗揚げ工業。 遠いまボンバイエで、安田忠夫に4分17秒腕、ひしぎ十字固めで1本、勝ち。2007年12月20日、イグフ、ゲノム2で、モンターニャ・シウバと対戦。シウバのパンチで苦戦を強いられるも、ゴっちスペシャルで勝利。2008年2月16日、イグフ、ゲノム3で、小川直也と対戦。4分48秒腕、ひしぎ十字固めで1本勝ち、するも、 ロープに手がかかっていたと小川が抗議。すぐさま再戦が行われ、5分13秒、STO ボンバーからの片蛇固めで、ピンフォール負け。2017年2月16日、ティエネインパクトレスリングにて、ボビー・ラシュリーより呼び込まれる形で登場。ラシュリーが保持するティエネ世界ヘビー級王座のベルトを、かけて勝負することを約束した。2月23日、 バッドボーンズと対戦。打撃技を多用して寄せ付けず、最後にノーザンライトスープレックスから、キーロックへと繋げて、ギブアップを奪い勝利。3月2日、ティエネス世界ヘビー級王座を保持するボビー・ラシュリーに挑戦。MMA で培った、打撃技と関節技を駆使して試合を優位に進めるが、終盤にクローズラインを防御され倒されると、スピアを暗い敗戦した。 2021年11月15日、アメリカカルフォルニア州で開催された新日本、プロレスリバーサイド大会、デトネーション2021で、アレックス・コグリンとシングルマッチを行った。無類の二次元好きで、日本に立ち寄るときは、秋葉原や中野ブロードウェイにフィギュアなどを買い求めに赴くことが多いという、世界最強のオタクと呼ばれるゆえんでもある。好きなキャラクターは、 北斗の剣の剣士郎を。また、ロボットアニメでは、機動戦士ガンダムを好み、ガンダムを好きじゃない人間が、地球上にいるわけがないと断言するほど。他に、装甲機兵ボトムズや、ファイブスター物語を好み、ボトムズが何の略かを空で言える上、FSS は、紀の国や書店で英訳版を取り寄せるほど。日本のアニメへの慣れ染めは、宇宙戦艦ヤマトで、 この作品をきっかけにアニメに没頭するようになった。この頃はインターネットもあまり普及していなかったため雑誌やテレビラジオなどを通してそれら作品を研究していた。またそのような自身をアメリカンオタクスタイル初期型と語り自らを旧作に例えた。ヤマトやマクロス等の有名どころはもちろん一般人では 到底知らないアニメや特撮までもその範疇としており、好きではないけど一応知っているというオタク特有の性質までも合わせ持っている。通訳者がガチャガチャって単語伝わるかなと説明に苦慮していると、これガチャポンでしょと言ったり、高校的拳伝タフを説明しようとしていると、知ってるよと言いながら、財布から同作品のテレカを出した。ジョジョよりも、 バオの方が好きという一風変わった趣味とオタクぶりを見せる。ドラゴンボールについては強さに再現がなく現実的でないなどと辛辣な評価を下している。また、進撃の巨人については巨大な敵が襲ってくる中なのにメロドラマが多すぎるとあまり金銭に触れなかった様子だった。どちらかというと リアリティの高い作品を好む傾向にあるが、作品に誠実さがあれば多少リアリティがなくとも問題ないとのこと。日本のアニメ声優にも詳しい。雑誌、コンティニューでインタビューを受けた際、バックナンバーを流し読みした時に、あ、林原めぐみだとポロッと漏らした。テレビゲームも大好きであり、日米版それぞれのプレイステーションにを保有している。 最も好きなプロレスゲームは、ファイヤープロレスリングシリーズ。レスラーの行動パターンロジックを調整して、自動で戦わせて観戦するのが好き。映画、ブレードランナーのマニアであり、ビデオ、LD、DVD など様々なバージョンの動作をコレクションしている。ホラー映画、スプラッター映画も好きで恋人とデートで、スプラッター映画を見に行くほど、ありがとうございます。